コンタです。パンコです。あれ、どうもとか言ってなかったっけ、パンコは。私は名前だけ。あ、そうやった。うん、今日は、二人の好きな、なんで笑いよん。なんやねん、なんで笑いよん。邪魔すんなよ、俺がテーマ言おうのに。どうぞ。またエグエグ言って泣き真似すんやろ。俺に感心されて、無理やり、あの、相方を付き合わさ、捨てられてる演技をするんやろ、うん、ね、怪人のなんか大食いの人みたいな、うん、うん、ケイトやってやったかな、なんか、分からん、うん、あの人は本当に監禁されとったんや、ね、え、ほんま、俺もよく知らんのよ、なんか、いや私は嘘かなと思ってるけど、うん、だから嘘説と本当説が未だ不明やん、うん、だから、パンコも実はこう、ちょいちょいエグエグ言った方がいい。パンコにされてるからな。そう。無理やりさす、付き合わされてる感出しとった方が、こう、都市伝説の人たちが語り出すかもしれんから、俺たちの動画を。うん。押し入れにいます。マジで？マジでじゃないよ。あなたがマジでって言ったらあかんよ。いやいやいや。誰に監禁されてる話なんこれ。水色なの？水色って何？ポケットついてる？ついてる。俺メガネっ子。俺メガネっ子の設定なんか。まあそっちの方じゃない。藤子先生の話はどうでも言えない。うん。うん。早尾の話をすんねん今日は。うんうん。今早尾。みんな大好きジブリ映画ベスト5、うん、行くで。ベスト5行くで。うん。もうちょっと拍手あのほらあの。これ、ユーチューバーがよく足し寄るやんか。うん、そう、やって。はい。ウェーイ、パチパチやって。ウェーイ、パチパチパチ。ウェーイって言ったらいいの。せー、じゃあどうぞ。もう一回。俺が言うの？違うよ。あの、なんか、何？好きな、二人の好きなジブリ映画、ベスト5。ウェーイ、パチ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 。全然や。もう全然あの音声と思われへん。絶対騙されへん。まあ下手な音声もあるよな。うん。じゃあ行くよ。ドラムロール行くからね。うん。ベスト5、第5位。テケ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 テン。なし。俺はない。私もない。僕は、ダメやん。ベスト5ないって。うん、もう早尾簡単になんで。マジで。まあ、私は減点しよるから。ペンへし折り読んで今。ガクって聞きながらガクってしよう。うん。多分もう線がグニャグニャってなったから今聞きながらやる。うん。じゃあ行くよ。うん。行くよ、ベスト4。5位はないんやな。5個まではないんやな。うん。ベスト4。行くよ。うん。第4位。テケ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 テン。あれ？うん。ない。耳を澄ませばか。見たことない。あ、違う。耳を澄ませば3位やわ。言うてもうたら4位で。4位で言うてもうたら耳を澄ませば。先走りすぎ。だから4位もないんよ、俺は。うん、私もないよ。次何やねん、2人とも。ジブリ、アンチジブリみたいになっとる。にわかジブリ。うん。じゃあ、思っといてくれた方がいい。ほんま？うん。じゃあ、行くよ、ベスト3、3位。でけ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 でん。耳を澄ませば。さっきも言ったけど、耳を澄ませば。俺は耳を澄ませ。私はない。なんでやねん、ほんま。なんで企画しようと思ったんや。ないのに、こんなにないのに。二人ともジブリに喧嘩振りようねんか、これ。じゃあ、うん、耳を澄ませ。いや、俺は打っていかん。全然、早尾大好き。早尾さん大好きで。うん、早尾さん本当にすごいよね。俺は、あの、アニメ映画監督としては全然認めてないけど、アニメーターとしては超優秀と思っておるからね。監督ってついたらあかんの？監督ってついたら、要は物語とかも構成性なのかもって、うん。あの人多分な、書きたいシーンから他付け足していくタイプやねん。あ、夢が膨らんでいくタイプ？素晴らしい。なんか、そんな、なんか、ちびまる子ちゃんの歌みたいな感じではないと思う。ちょっと分かった。多分一枚の絵で、描きたい絵があったら、
そのシーンから多分他のストーリーを膨らませていくタイプ。それはそれですごいね。だからまあ、あんまり、だから物語意味、あんまり意味を重きを置いてないタイプと思う。作家としてはね。多分ね。だから俺、手塚流やから、ほら、ちょっと違いがある。俺はストーリー重視やから。手塚流やから。手塚流家元やから。だから、サインの耳を澄ませばは、どうも、これ、ジブリやけど、駿さんじゃないよね。俺知らんやったけど。あっちの方？あ、違う違う。高畑勲監督でもないんよ。誰か忘れたけど、確か、もう駿さんでも、あの、高畑勲さんでもない。息子でもない。息子でもない。息子さんがだって初監督ってゲド戦記やから、確か。なんか、俺は、その、カントリーロードっていう歌が好きなんです、まず。まずもって、その、オリビア・ニュートン・ジョンのカントリーロードっていう歌が大好きだから、まあ、それを和訳して歌っとんやけど、だから俺は本当は原曲を使ってほしいかなと思う。で、若干淡い恋物語みたいなのに、また俺に歌をする本当に俺も思い出されへんこて。歌ってやろう、俺の美声で。カントリーロード、テミーホーム、トゥーザプレイス、アイビーロー、ウェスバジニア。もうええよ。もうええやろ、うん、ここら辺でボワーンってなるからな。何がこれ、キングスマン2やったらボワーンってなるからな。あ、キングスマンで使われてたんやったっけ。キングスマンでも使われてる。もうキングス、やっぱりボカーンになりキングスマンの方が語りたくなってしまうな。キングスマン、ゴールデンサークル、キングスマン2の、ゴールデンサークルね。その、まあ2と1で比べると1の方が良かったよ、そら。キングスマンがね。どんどんキングスマンの話になっていくから、俺マシュー・ボーンが大好きやから、どっちか言うたらマシュー・ボーン監督。マシュー・ボーン監督は何作ってたっけの？え？キックアスや。ああ、そっかそっかそっか。キックスって言ってもた。キックアスと、あと、なんや、レイヤーケーキ。レイヤーケーキやったかな。知らん。レイヤーケーキ見たことないんやな。キックアスと、あと X メンの、なんか、確かファーストジェネレーションかな。俺よく覚えてないけど、それは X メンがもう、なんかナンバリングが多すぎて、人気になって、でもなんかそれは、マシューボーンやから面白いって言われて、みたいやけど、さすがマシューみたいな感じになっとった。あ、そうなんや。テレビであったのを見た、それがね。縁も縦縄ですが。ほら見ろ。話を横道に反らせるからこんなことになるやんか。続きは次回で。もう切んの？皆さんさようなら。じゃあね。チャンネル登録と高評価お願いします。